この前もハンバーガー食べたばっかりなんだけどね。また来ました。新商品は食べへんと。これのために昨日の夜俺食ってないから。そう、昨日の夜と今日の朝と今日の昼と今日の夜ご飯を合体させた分を今から食べるってだけだから。そう、実質カロリーはオフ、実質カロリーはオフなんよ。で、買ってきました。はい、これシャカシャカポテト、これがめっちゃ美味しいらしい。今回の新商品で一番レベルが高いのはこれって聞いたよ。あんまシャカシャカポテトとか普段買わないんだけど、一気に食べると血糖値バリ上がって太るらしいよ。大丈夫だよ、一気に食おうがゆっくり食おうが太ったもん。何をどうやっても太るんだよ。ブロッコリー食ってるだけで太るんだから。うわ、匂いえぐ、ちょっと待って、これ匂いえぐい。フライドポテトが出していい匂いじゃない。うわ、脳に直接語りかけてくる。シャカシャカタイム、シャカ混ぜシャカリキ。ほな食っていきますか。ううういただきます。うん、オンオン。え、なんだろう、味はなんかたまにコンビニで売ってるコンソメ味の深いバージョンみたいな味がする。すごいディープな、美味しい。めちゃめちゃ手羽先の味。うん、スパイス効いてる。ちょっとだけ辛い。うん、うまい。ちょっと待って、シャクリが、うん、あー、うめえ。確かに酒に合いそうな味してるわ。だいぶ辛めの、うん、だいぶ辛めの味ではあるね。もう普通のフライドポテト飽きたもんな、賞味。いや、普通に食う生活じゃないよ。これはしょうがない。お仕事として仕方なく食べてんの。自分狙ってますから。マクドナルドの CM。そう？マクドナルドの CM を俺は狙っているの。ん？毎日マック食いてえよ。マックが健康食なら毎日食いてえよ。毎日マクドナルド食べてるんですか？えらーい。めっちゃ健康志向ですねっていう世界になってくれ。それだったら無限に食うのにな。しかも昨日の夜から食ってないからマジうめえ。しみる。いっちゃうまい、シャカシャカポテトが。やっぱマックはね、ポテトを食わなきゃ食った気にならんわ、ほんまに。ほな行きますか。どれから食おうかな。じゃあ博多明太照り焼きチキンから行くか。まず1個目、でーん。しかも全部照り焼きだからね。俺照り焼きだからさ、照り焼き大好きな、大好きなんだよね、照り焼きの商品。そう、はい、こんな感じ。うえうえ、絶対うまいやん。いただきます。うめえ、バチクソうめえわ。ちょっと明太子で辛い。最近俺マックでハンバーガー系は全部チキンがうまいんじゃないか説があるんだよな。うん、うまい。照り焼きの味するんだけど、明太子の味負けてね。照り焼きって基本味濃いけど、全然明太子の味くるわ。うん、うまい。これめちゃめちゃうまいわ。これ普通に当たり、大当たり商品ではある。うん、結構辛めかも。汗かいてきた。辛いの好きな人めっちゃ好きだよ多分。割と辛い。じゃがバタ照り焼き、お好み焼き風ソース照り焼き。お好み行くか、一旦お好みじゃね。さあ、大阪。今回は博多、大阪、北海道だからね。さあ、卵入りらしいです。はい、こんにちは、橋田です。今日誕生日の一くそくだね。さあ、お好み焼き風らしいので食べていきましょう。うん、まあわかる。お好み焼きで、味もお好み焼き風だけど、なんだろうな。まあ正直に言うと、なんかこれじゃない感がすごい。焼きそばパンみたいな味、本当に。
いや、これじゃない感すごいかも。まあ、照り焼きは照り焼きでいいんだけど、お好み焼きもっと味強くしてほしかったな。なんか結局照り焼きが勝ってるわ、口の中で。まあ、なんかお好み焼き風味の照り焼きバーガーだね、ただの。これだったら照り焼きそのまま食った方がいいかな。まあ、でも美味しいよ。ラスト、じゃがバタ照り焼き。これもちょっと俺はうるさいよ。じゃがバタに関しては。じゃがバタ。うん。こっちはいいね。こっちはちゃんとあるわ。じゃがいもとバター。あ、なんかほら、ソースが入ってるわ、上の方。見て。ほら。なんか白いソースが入ってるわ、じゃがいもの。まあ、さっきの大阪のやつよりかは、じゃがバターを感じ取れるよ。マッシュポテトみたいのが入ってるから。うん。でもなんだろうな、この、ソースのべちょべちょ感が足りねえ。なんかソースのべちょべちょ感足りなくね。ちょっとだけパサついてる感じがしちゃう。照り焼きマックって食うとさ、びちゃびちゃすぎてさ、髪がめちゃくちゃさ、べったべたになるのにさ、これないね。それは。なんかもうちょい照り焼きのソース多めにしてくれたら美味しそうな感じするけどね。照り焼きのソースが少ないがゆえに、じゃがいも感しかない。博多明太が一番かな。まあでも、美味しいです。あー、お腹いっぱい。あー、血糖値が。あー。やばい、今血糖値をちょっと抑えることに集中するわ。今ガガガガガガガって登ったから俺がそのダダ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 ッ。いやでもこれが一番幸せ。昔はハンバーガー6個とか食ってたのにな。落ちぶれちまったぜ。